ジョハニーよ、旅が終わっちまった。さあ、オキャジェットアリナツアーファイナルいけますか。調整が大変ですね。会場が全部大きさ違うから、今回プロジェクションマッピング使うんですけど大変そう。スタート何番ですか？6.5。 6.5 スタートじゃない。これちょっと悩んじまうの。全然ありですね。悩みどころやな。一回サウナ行きますか？一回サウナ行きますか？一回サウナ行きますか？どうですか？どうですか？もうどうなの？返事したらどうなの？そんな無言で画面見てないんでさ、とりあえず高評価ボタン押したら、そこのあなたですよ。そこのあなたですよ。なあ、うん、おやるか、なあ。どせんやん。どせんやん。どせん、どせんやん。これが正真正銘のキュビ列。10列目の3番目です。この席に当たったあなた、幸せですよ。おはようございます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 。やば。マジやば。ガチ始まってしまう。時計なかった。リハも終わった後は待ちです。はー。始まりますね。でも最後になったら結構寂しくなるんだろうな。このセドリもあんまりまだ入ってないけど、やっていくうちに多分慣れていって結局愛着つく気がする。もしもし、愛着着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 終わりました。ありがとうございます。ここ結構長めの MC で、この子は MC でいつも緊張してる。じゃんライブ前ずっと MC してるから。俺なんだもん MC。いつもありがとう、大好きだよ。こういう人が好き。こういう人好き。俺もこういう人好き。こういう人好き。もうこういう人好き。オズ1曲目はいいね、やっぱ。興味ないの、ピンク。ピンクになっちゃった。なんかさ、うん、白好きな人みたいになってない？1ミリもなっちゃった。いや、うるせえって。白喋ってないですよ。今日は、今日はっていうか、西田。ゼップツアーの目標は。俺、西田。喋ってんねん、西田が。喋ってんねん、今。気合を入れすぎないことです。今回は気合を入れすぎないで。リラックスして丁寧にライブします。みんなも1曲目何か分かんなくてドキドキしてんじゃないの？西田。ゼップ札幌ついに初日開幕、一部ですね、一部手前でございます。今日ちょっと初めてあれな、サングラスをちょっとライブでかけてみようかなと思ったんで、森木と一緒に。なんかおい、いや、僕知るんです。建築全く関係ないと聞いてないよ。聞いてた？何や聞かせて聞かせて。じゃあ言う。なんか北海道だからって津軽海峡冬景色聞いてる。もしもし、何
ゼップ札幌聞こえてる？うん、聞こえてる。あ、そうだ、今日さ、みんなに一個だけ言いたいことあった。大好き。はい、もうちょい頑張らせてください。頑張れるコピーショヘンザ。いい指導者だ。彼はいい指導者だ。今度こそ喋って大丈夫だと思います。まあ、なんだかんだで多分一回目が一番緊張するから、マイク一番緊張するから、ちょっとね、今多分あれですけど、ここからどんどん楽しくなる要素が増えてくると思うんで、ステージに立ったらそこまではね、ちょっとあれなんですけど、一回ステージだったらみんな見えるし、みんながすごい、ね、応援してくれてるのもこう目で視覚的に分かるんで、視覚的に分かるんで、すごい、なんだ、だから今緊張もあるけど、より楽しみな気持ちがどんどん強くなってきます。あー、うまくいきたいな。頑張ります。一応、あれ気をつけてくださいね、あの回ってから移動する。わー、忘れてた。 You are the one ずっと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  You are the one で、ホッチに行きましたら、ここからのアンダーシーで終わりです。はい、はい、余裕です、うん、もう乳酸をね、足の溜まった乳酸を下に下ろしてます。はい、どう見えてるのか。あー、やばー。あれ、今日のヘリコプターとかないんですか？何で来たの？ジェット機ならあるよ。あら、マジか。今日はいいだよ、いいですね。今日はね、あのバナナボート。なんかこんにちは。津軽海峡を越えてきた。そっか、他だよ。津軽海峡を越えてきたって、津軽海峡って俺も一歩で渡れるわ。こんにちは。何で来たんすか？黄色いボートで来ました。お前絶対飛行機やん、その格好は。リスト終わって、こんにちは。どうやって来たかって聞いてねえよ。チャリパーチだよね。チャリで来た。聞いてからよ。足パンパン。聞いてからよ。そうだね、わかんない。行けます。やばいな。ライブ頑張ります。でもライブいい感じ。今日顔が髪がいいのかな。よっしゃ。やっぱ髪下ろすのに徹する、ね、これから髪上げない。多分髪下ろしてる方が評判いいから。うちのケビンに、あ、うちのケビン、何のようだ。いきます、真似します。山田です。カーッとこらー。皆様、初めてのバディーズ全国ツアーが始まります。ここ最初ね、札幌を皮切りに、始まりますので、まあいいスタートを切れるように、おのおの集中して、まあ最初なんでふわふわしちゃいがちなんで、しっかり心は熱く、頭は冷静に、いいステージに、いい1公演目にしていきましょう。はい、はい、楽しんでいきましょう。はい、はい、いきます。ビューティーでアーエスプザンピーエース。ゴー。よろしくな。よろしくな。おー、スマイルだ。もしもし、ふみだけど、聞こえてる？ゼップ札幌着いたんだけど。あ、いた。てか、直接だと恥ずかしいから電話で言っていい？生ラスキ。俺、今急遽サングラス、俺緑、俺のなんですけど、あの人緑じゃないですか。で、俺茶色なんですよ、パンツ。ふみと俺、そもそも交換したら可愛くないってなって茶色かけたんですけど、正解っすね。やっぱ森組繋がってんだよな。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。終わったよ、1個目。じゃんじゃん。なんだろう、
待ってました感があったというか、札幌の皆さんが、札幌というか北海道の皆さんが、なんか多分すごくこう、まあ今まで大阪と、まあ、東京とか関東しかやったことがなかったんで、多分地方に来るのが本当に嬉しかったんだなっていうのが伝わってきて、なんかツアーのやりがいがすごいあります。きっと名古屋とか福岡とかもバディーズ初めて行くので、本当そういうところでもそういうなんかもう感じると思うので、感じるんですよそういうの、何も言わなくても、あ、なんかすごい待っててくれたんだなっていうのをなんか嬉しかったです、感じて。めっちゃ不安だったんですけど、まあね、今回北海道一発目ということで、一発目うまくいけばもう全部うまくいくということで、やっぱりなんだろう、なんか見えましたね、 ZEP ツアーの五大都市ツアーが、すごい今回の北海道を得て、なんだろう、なんかどんどん、まあ、ブラッシュアップするとかブラッシュアップして、どんどんなんだろう、このね、五大都市ツアーを成功させたいなと思いました。楽しみ。個人的にザワンがナンバーワン。次はもっといいものにしたいですね。俺もケビンが作ったとか、まあ、ケビン作ったのもあるかもしれないけど、ザワンだな。多分このライブを引っ張ってるのはザワンだと思う。お疲れ様でした。マリちゃんね。お疲れ様でした。しゃしゃしゃ。楽しかったです。まあ本当に正直なことを言うと、まあ僕ね、一回も通せてなくて。そうだね。なんか本当にこう。めっちゃキツキツの中でドラマ撮影の合間になってちょっと瀬戸り覚えたりやってたんですけど、すごい、まあ、いつものライブと比べたら全然僕の練習度とかも、ね、練習量とかも全然気にならないぐらい足りてないし、自信持ってできるかなって不安だったんですけど、いざこうやって終わったらすごい楽しかったし1日目かこう初日を通せてなんか良かったなって思いましたね。これからたくさんまだあるので、まあ、声枯れちゃってまだね、いっぱいあるので、いろんな地方に行ってたくさんの方に会ってたくさんパフォーマンス見てもらえたらなって思いました。ありがとうございました。ちょっとまだね、いっぱい時間あるんで、最終日9月18日に向けて僕もどんどん進化していくので、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございました。ローストビーフ、なんていうのこれ、創作寿司。シュートも同じやつかな。シュートさんと2人で、シュートさん後ろにいます。違うやん、お前さ、分かってんやん、この中の1持ってかれるのって結構大体な元気なの分かるやん。この際1ローストビーフくれませんか。1ローストビーフって数え方すんなって。だからここお前らで取られたらもうここなくなるんよ。1ローストビーフくれませんか。で考えてここなくなるんだよ。あ、でもそこなくなるんだってもう一個行った方がいいか。いや、だからじゃあ1列よ、これ終わりやんけ。1列ローストビーフ食いませんか。あーて、バリちゃんです。来週のサドラさんは名古屋来てました。あ、9年です。はい、着きました、名古屋。ちょうどどうですね。はい、皆さん2日間よろしくお願いいたします。お願いします。前にはもう凄いよ、これさっきからまばたきさんめっちゃしてるからさ、うん、目がさ、目自分つぶってんのしか映んなくなってやってるから、もう目開いてるしかない。本当だ、そりゃそうだ。
Like a captain hook, no I say 誰にも変えられない No change なら狙うわよ希望にぐつぐつ熱い足を出かけて Go put take a fight